はい、こんにちは。ウェブマーケティングのポイント3つの基本ということで、こちらをお伝えしていますと。健在顧客と潜在顧客にアプローチする。メディアごとの特性を理解する。できるだけ多くのメディアを活用する。これが基本のポイントになりますけれども、このね、まあ、基本ポイントに参考になるお話を今回はしていきます。こちらですね、ウェブマーケティングのポイントということを、ね、図示化したものなんですけれども、まあ、メディアあらゆるものあるんですけれども、ここで取り上げているのは主要なものですね。まあ、比較的使いやすいものになります。 上が無料欄ですねで。下が有料のサービスですね。で、健在ニーズですね。左からいきますけども、左上が健在ニーズ。健在化したニーズにアプローチする手法。で、下が健在ニーズですね。こちらも一緒です。で、右が潜在ニーズということで、まだね、ニーズが明確化されていないんだけれども、まあ、流れてきたフィードとか、まあ、動画とか、そういった記事の、ね、中からピックアップして、あ、これいいんじゃないかなということで、サービスのね、 購入につながる場合がありますので、そういった潜在ニーズ、右側が潜在、左側が健在で、上が無料、下が有料ということになりますで。基本的にはこういった形でね、ブログでね、例えば検索してくるので、ある程度、例えばダイエットとかに興味がある人がダイエット、方法、運動とかいう形で、まあ、検索してくるので、そこで健在化しているわけですね。その人はもちろんダイエットがしたいわけですと。PPC、検索連動型というのは、 じゃあね、よくね、Google とか Yahoo で検索すると、検索記事のね、その前の2つ3つぐらいは広告って書いてあるんですよね。あるいは右の欄に、右のバーに広告欄がありますけども、そこが PBC の検索連と検索とともに出てくるので、こちらも健在にですねで。こういったブログを Facebook、Twitter、Google+,SNS と,、まあ、といったものに拡散をしていくということですね。 YouTube も、YouTube、YouTube 上の検索まで,でね、検索する人ってのはあまり実はいないんですよね。YouTube 上でね、なんとなく動画見て,て見つけるってことが多いので、これもどちらかというと潜在ニーズかなということですね。ですので、この Web 手法とか、Web の、ね、ツールの特性とか、そういったね、特徴を理解して使うと、まあ、使いやすいですよということ。こちらの解説の図です。で、こちらもですね、まあ、ウェブマーケティングの、まあ、こちらも大切なポイントなんですけども、 まあ今すぐ客、そのうち客、まだまだ客、お悩み客ってありますけども、まあ、リストということをね、まあ、こちらのベーシック講座の最初の方でもお伝えさせていただいておりますけども、リストではとてもまあ大切なわけですよね。見込み客の方と接触できるものとしてリストは絶対必要ということですね。で、お客さんの中にはね、必要性に迫られている場合と、まあ、欲求ね、欲しくて欲しくてしょうがないという場合がありますと。 ですねこれね、必要性が上ですので、例えばお悩み客の場合は、必要性は感じてるんだけど、そこまで欲しくないなで。そのうち客はそれに対して、欲しいんだけど、別に今必要ではないなということですね。緊急性ないなということですで。どちらも満たしているのが、今すぐ、今すぐ欲しいということですで、ね。この今すぐ客が、ね、売り上げの7割、8割を占めると言われていますね。です,ですけれども、まあね、リストの話になってくるわけですけれども、今すぐ客ばっかね。 毎月毎月新規で取っていくわけにはいかないですよね。新規客獲得コストは5倍から10倍、既存の5倍、10倍かかるわけです。ですので、見込み客リストっていうのを取る場合には、このお悩み客とか、そのうち客とか、ね、もっと下まで行くと、まだまだ客も相手にしていかないとビジネスの拡大点はしないんですよってことですね。 今すぐ客っていうのはとても大切です。もちろんね、すぐ買ってくれるわけですから、いいお客さんなわけですけども、まあ今悩んでるとか、必要性感じてないとか、欲求がね、感じてないっていう人も、リストという形にすれば、メールマガジンとか、あるいは動画とかブログで教育をね、していくるわけです。育成して買ってもらえるわけですよね。で、あなたにこう見合うお客さんになってくれる可能性があるわけですから、この見込み客ですね、お悩み客とか、そのうち客をしっかり相手にしていくというか。 ウェブマーケティング上ではね、リストという形で教育していく、育成していくことが大切ですよということになります。まあ、最終的にはこの今すぐ客にね、ぜひ持っていければいいんですけども、このね、お悩みとか、そのうち客も、まあ、ないがしろにせず、リスト教育していきましょうという話ですね。ぜひこういった形でお客様の層と、これ、新規客の獲得する上でのお客様の住み分けですけども、それと、先ほどね、紹介したこちら、ウェブマーケティング。 ポイントということで、各メディアのこうまあ、特性っていうのを理解して使ってみてください。